まだワンチャンこの日にね、ニコ、オブリスタン来るかもしんないからね、国境公開早すぎたのか、ワンチャンあるかもしんないね。さあ、今日オブリスタンの人が2人来れば、行ける可能性はまだ残されているから、はい。この辺は大丈夫かな？ん？入国管理庁は本検問所の閉鎖に関する討議に出席すること。なるほど。これに出席しないで逃げろって話か。所定地域を離れてはならない。引き続き全国民から、この辺は変わんないね。最初の方お願いします。オブリスタンでお願いします。もうオブリスタン以外も全部通しちゃうっていう手もあんのかな？あ、これそうじゃない？オブリスタン来た！やった！まずはね、オブリスタンね。ポリオ大丈夫だよね。で、名前が大丈夫。ID が大丈夫。大丈夫だけども、このパスポートは私が欲しいんで、押収して、ね、OK です。どうせ、そうだよ、どうせオブリスタン取るんだからさ、もう素直に通せばいいんだよ。こんな時間かけてる暇ないよね。オブリスタンっていう状態でもうすでに押収するもんで、無視して通せばいいじゃんね。ちょ、忘れないしんと。さあ、これインポールだよね。これインポールで、収集されてきた。なるほどね。今更もう外交特権の人、ミスってことないと思うけどな。まあ、いい、大丈夫でしょう。外交官がもう今更ミスしないはず。今ね、外交官だったらすぐ問える。あれ偽装されてる。ダメだ。そんな考え方ダメだな。リバプリカね。観光14日間。オッケーだね。189センチではない気がする。ちょっとこれ、大きさ違わない？いや、これ、武器持ってないかな。武器は持ってないか。違うか。これ違う。うわ、一緒じゃね？あー、一緒だったー。まっち、あ、ちょ、押しちゃった。もうしょうがない。押しちゃったからしょうがない。お金が足りなくなっちゃう。やばい。あ、罰金になっちゃった、もうすでに。いやー、ちょっと待って。これ、もう一個欲しいもんで。いや、もうこれもう、ちょっと時間がないからね、もうね。ちょっと、行こう。外交官2連続失敗来ないはず。そんなね、不法侵入。うちやばいぞ、本当に。お、どうした？なに？お。あ、本当？あ、そっか。いや、ちょっと時間。あ、ありがとう！ジョージ、ありがとう。これでガチでミス多くても大丈夫だ。いや、もう、大丈夫でしょ、これ。きっと大丈夫。私はとりあえずね、オブリスタンをください、オブリスタン。次の方どうぞ、オブリスタン。よし、オッケー。なんかもう、この国やばいぞ。罰金10なってる。やばい。ちょっと、こんなミスしてる場合じゃない。オブリスタンだ、でも。これでとりあえず、オッケーじゃんね。はい、オッケーだもんで。よいしょ。さあ、ここから真面目にやる、ここから真面目に。で、120あれば多分大丈夫だもんで、あとは真面目にやって、120のお給料をね、手に入れるのを目指して、15なってる。やばい。女の方、はい。なんでやでも、狙撃ってやって。オケ、待って、開かないんだけど、これ。開かない。狙撃ってやって。よいしょ。オッケー。狙撃手当20入るから、まあ、プラマイゼロぐらいかな。さあ、足りるか。足りれ。家族全員とオブリスタンへ逃亡可能。足りる最後も狙撃手当がなかったら足りなかった、これ。そして、ジョージの20がなかったら足りなかった。罰金35だって。やばいね。よーし、これで逃亡しましょう。また新しいエンディング。オブリスタンへ逃げるため、息子、妻、おじ、おばを、おばじゃない。義理ママを、義理母、義理ママ、ママ母を呼んだ。もう、あなたは北方地区行きの夜行列車に乗った乗客はほとんどいない。間に合わせの偽造パスポート再入国券を人数分購入した。ひどい出来だ。明け方に国境へ到着した。長蛇の列ができている。6時間後。書類を出せ。これです。4人分、5人分あります。5人です。家族全員で来ました。過去名以外。あ、すべての書類、これです。全部偽造です。何もかもが偽造であり、偽装でありですね。さあ、カチャン。カチャン。あ、これ、オフ系のスタンプをしてんだね。カチャン。カチャン。はーい。カチャン。いや、罰金しなかったっていうか、罰金するぐらい早くしないと、オブリスタン2個目手に入んなかったからね。だからもうすべてが重なって手に入った、このエンディングだよ、今。ね。オブリスタンへようこそ！やったー！オブリスタン万歳！ってことで、これで、家族全員でね、行けましたね。20番中18番。これエンディングこの前とまた別なのかな？一緒だったらどうしようね。多分大丈夫だと思うけどね。よーし、ってことでね、今回はね、全員で脱出できたということでね、また次回から別のエンディングもね、ちょっと見ていこうかなと思います。
はい、皆さんこんにちは。今回もペーパーズプリーズやっていきたいと思います。今回はまた別のエンディングをね見ていこうかなと思います。ということで皆さん覚えていますでしょうか。12月15日、この日にね赤い人物がね観客じゃない列に並んでるんですが、それを私撃つことができなかったんだよね。それをね今回はね撃っていこうかなと思います。ちなみにね麻酔銃で撃つのと狙撃銃で撃つのでまた別のエンディングがあるらしいんでね、この2つを今回は見ていこうかなと思います。おらんぞ12月15日じゃないぞ。私がやった日がたまたまこれ12月15日だった。今違うよね。デイ15じゃないんだよね。だからこの辺か。12月15日って何日だ。この辺か。20日ぐらいか。よいしょ、どうだ。あと23日。よいしょ、ここだ、ここです。ポリオが流行るタイミングだ。はい、これが12月15日ね。オッケー、これで赤いのがいるはず。あ、いるいるいる、オッケーオッケー。この赤いのをね今回はね狙撃銃やら麻酔銃やらで撃っていこうかなと思います。今回やることなんですが、この時何やってた。あ、指名手配しか乗ってない。指名手配しか乗ってないね。この時やることをやっていきましょう。当たり前だけどね。最初の方どうぞ。両方あるね、オッケー。あー、閉めた閉めた、はい、観光ですね。滞在時間は3ヶ月ですね。単発の177の89キロ合ってる。期限も大丈夫。待って、名前関係ないか。で、名前が大丈夫。ID も大丈夫。男の顔若干違う気がするけど、気のせい。あ、一緒なんだ。頭めっちゃハゲてる気がするけどね。で、コレチアのユルコシティ。コレチアのユルコシティ。大丈夫ですね。よし、大丈夫でしょう。初っ端からそんなミスなんてない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 。最近そんなことばっかりやって、私ミスばっかりしてる今日ね。大丈夫かな。やっぱり何が違った。あ、有効違った。本当。はーい、はい、コレチアがねうぬんかんぬんしてます。オッケー、撃ち殺せはい、わかりました。はい、次のからどうぞ。どうせね今回ねミスしようがしまいがそんな差はないんでね。うん、あ、もうじゃあいっそのこともうさ、あ、これわかりやすいわ。いっそのこともうさ、どんだけミスすればさどれぐらいのお金取られるのかやってみようかね。どうせここで終わるんだからね、誰一人通さないプレイングしよう全員通さないプレイングしよう。あー、これダメだわ。これはね、もうね、ミスってますね。そんなパスポートじゃ通れません。私の、この国。あ、はいはいはい。いや、これはダメでしょ。こんなんだってもう全然足りないじゃん。ねえ。3ヶ月いる。いや、無理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 。絶対違ったもん、今。あ、拒否自由の欠落。あ、なるほどね。じゃあもう OK にしよう。ね。大丈夫大丈夫大丈夫。きっともうみんな信じる系でいこうか。みんな信じる。OK。あ、まだ5だね。まだ5だからね。オッケーオッケー、アルスト塚に悪い人はいない。大丈夫大丈夫、オッケーオッケー。お、オッケー、さすがアルスト塚。あ、これサッカーの人じゃない、これサッカーの人。あ、違うか、仕事ね。オッケーオッケー、頑張って仕事して。はい、あ、もう来た来た、もう来た。よし、ブーブー。人数で決まってんのかな。じゃあまずは麻酔銃で撃ちます。ドーンドーンドーン。待って、なんか一般ピーポー巻き添えになってるけど大丈夫かな。あなたは無実の者に危害を加えたとして逮捕された。刑罰は強制労働である。家族も関与の有無を尋問されるだろう。故郷検問所は別の審査官によって引き続き運営される。アルソツカに栄光あれ。牢獄の扉の下にメモが、あ、よくやったって感じじゃない。審査官殿へ、家族は無事だ。おう、標的は病床より回復。あ、ダメじゃん。じゃあ新たな審査官は非協力的イジクの活動を阻まれた。これ以上の援助は不可能。イジクは活動を再凍結する。家族はオビスさんに送られる幸運を祈る。あ、でもちゃんと家族のことを考えてくれてるね、イージックね。そうなんだよ、過激派なだけで、過激派かわかんないけど過激なだけでね、元はやっぱ国を良くしようっていう気持ちがあるもんで、一般人にそう危害を加えたりとかそういうのないし、義理もねちゃんと固いんだね。20種類中の10番目のエンディングですね。いや、次やろっか。もう一個のエンディングね、今度狙撃銃じゃなくてちゃんと撃ち込んだ場合どうなのかちょっとやってみようかなと思います。さっきは狙撃銃だったもんでさ、イージックダメになっちゃったけども、今回は多分ね狙撃銃じゃないもんでいい感じになるんじゃないかなと思うけどね。どうだろうね。さあ最初の方どうぞあとこれさ、やっぱ人数なのかな。6人ぐらいやったらもう一気に行く気がする。はいはいはい、オッケー、大丈夫大丈夫、自由に。今ねうちの国ね審査官全然余裕なんで、どうせ捕まっちゃうんでね。あっあ、いい時期だね。はい、わかりました。はい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 、読んだ。オッケー、はい、鍵ももらったと。さあ次の方どうぞ。今ならね大バーゲンセール誰でも入れるんでね、喜べ。よいしょ、はい、オッケーオッケー、観光ね。はい、ゆっくりしていってね。大丈夫。多分大丈夫。オッケーでしょう。はい、ほんとうちの国ダメなの多いな。指名手配犯だった。
それはいかんな、ちょっとね。はい、アルスト使いの追いつきね、お聞きしました。大丈夫です、あなたはきっと善良な市民です。大丈夫です。ん、大丈夫かな。あ、大丈夫だ、オッケーオッケー、ちゃんと私仕事するんでね。はい、オッケーオッケー。大猿だよねサイヤ人もびっくりな猿行動。でもオッケーオッケー、大丈夫だ。花輪来たね。花輪も大丈夫です。よいしょ、アルスト使いに悪い人はいないんでね、大丈夫です。次の方どうぞ。あ、待って待って、今日めっちゃいい人ばっかだ。アルスト使いに悪い人はいません。今女って書いてあった今女って書いてあった。明らかにこれ女じゃないよね。あーですよね、性別違うよね。分かったよ、今のはさすがに分かったよ。あなたは大丈夫です、仕事頑張ってください。仕事かっこ反抗遅いせやな。あ、来た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 。そしたらよいしょ、あれ待って、ないんだけど。あ、弾、あれ、え、これ待って、え、なにこれ、え、殺傷用、待って、どういうこと、え、できなかったんだけど。何今の弾、ん、どういうことだろう今の、ん、え、ん、どういうこと、何がいかんかった今の。弾が、あった、え、ん、え、ん、やり方があんのかなあれって。おー、どういうことだそしてやっぱ数っぽいね、これね。数っぽいからちょっともう一回やろう、もう一回。よいしょ。なんでだろう、指名手配犯のせい。そうなの、なんで、どういう意味だろう、指名手配犯のせいって。はい、鍵手に入る。次の方どうぞ。じゃあ、いっそのことさ、もう BB が鳴るまでさ、待ってみよっか。何もしないで。下手になんかやってもさ、どうせ指名手配犯入っちゃうもんで、BB 鳴るまで待っとっかね。来るよね、多分、待ってるだけでも。多分、通した数とか関係ないような気もするし、この人にはちょっと悪いけどね。いないいないばー、いないいないば、何も見えねえ、見えないから却下パスポートが見えないんで不正です。こっち、じゃあこっちにしてあげよう。いや、もう忙しくて、これをね、こうやって、綺麗に、すべて緑色にするっていう仕事が残っててね、私にはね。そしてこの顔。こういう行動をしてると、この顔が、なんか面白く見えてくる。はい、どうぞ。次の方どうぞ。あ。やっぱりこれ、あれかな？ちゃんとやんないとというか、人を通さないと進まないのかな？どうなんだろう。オッケー。もっと早く来た気がするもんね。数なのかな？オッケー。次の方どうぞ。数かな、やっぱ。どうなんだろう。ちゃんとね、これ許可証を取ってきてくれてるからね。こういう人は悪い人いないんでね。大丈夫。オッケー。あ、来た。来たじゃんね。来たもんで、これで、あ、できた。さっき何だったんだろうね。こっちも撃っちゃったけど、めっちゃ死んでんだけど。え、そんなに？あなたは無実の者を殺害したとして逮捕された。刑罰は死刑。へぇー厳罰すぎる。家族も関与の有無を、はいはい。国境検問所は別の審査官によって引き続き運営される。アルトツカに栄光あれ。あ、来た。審査官殿へ、家族は無事だ。標的排除後、新たな問題浮上。新たな審査官は非協力的。イージークの活動を阻まれた。変わんないの、結果的に。死刑になった結果、この再凍結って、これきついね。家族は無事だけど、私、あらー、これは9番目。報われない。